はい、今 BM120i に乗ってます。はい、なんか知らないですけど M マークがついてますね。台車って言ったらいいんですかね。うちに 320i があったんですけど、それの車検で借りてる台車をちょっと、借りて乗ってます。はい、まあ、渋滞中で暇なんで動画撮ってみました。質感はすごく高級な感じしますね。ここら辺もアルカンターラみたいな仕様になってます。オートマの6速ミッションで、シフトアップシフトダウンか、すごく気持ちいいですね。このマニュアルモードに入れて少し入れてあげてれば、すぐ反応してくれるのですごく楽しいです。はい、まあハッチバックなんですけれども、小型のねハッチバックなんですけれども、エンジンが 2000cc で、BM なので駆動が FR ということもあり、ハンドリングのスパスパ感はさすがだなと思います。はい、やっぱ車が静かなんでね、オートマっていうこともあって、バイパスとかだとすぐ速度が出ちゃうんでちょっと気をつけないといけないですけども、多分メーター読みで220、230ぐらい出ると思うんですよね、この車。まあそんな速度出して遊べないですけども。はい、ボディ色もね赤色で結構かっこいいです。ホイールも、リアタイヤが18インチの245入ってたんで、私の多分ホイールは私のインプレッサと同じサイズだと思います。はい、扁平も35だったんでね、245、35、18、ちょっといいなと思いました。まあ BMPCD120 なんでね、私の百血インプにはつかないですけども、はい、感じです。今ちなみにシート一番下に下げてるんですけども、結構低いですね。自分の車ほどではないんですけども、目線がすごく低いので楽しいですね。はい、いいですね。まあマニュアルモードに入ってたの忘れてました。ということで、市場というか120多分 M スポーツの市場でした。はい、はい、おまけで外観です。はい、こんな感じです。低いっすね。指一本、指一本っすよ。人間に P0 入ってますよ。いいっすね。はい、マジです。いい音してます。はい、